ティモシー・スコット・ベイカーは、アメリカ合衆国、ルイジアナ州、シュリーブポート出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、MLB ロサンゼルスドジャース参加に所属。2003年の MLB ドラフトで、ミネソタツインズから2巡目指名され、プロ入り。2004年は、A 級フォートマイヤーズ・ミラクル、A 級ニューブリテンロック・キャッツ、トリプル A 級ロチェスター・レッド・ウィングスの3つの、 マイナーリーグの階級で投げた。2005年は開幕をトリプル A 級ロチェスターで迎えた。5月7日のデビルレイズ戦でリリーフ登板でメジャーデビューを果たした。10試合に登板し参賞防御率3.35を記録。2006年は4月は防御率3.47と安定していたが、5月は防御率8.42と不調に陥り、基本類だわ。 前月の1本から9本と本塁打を打たれるようになったため、地元メディアからはホームランベーカーとあだなされマイナーへ降格となった。2007年8月31日のカンザスシティロイヤルズ戦では8回まで完全試合ペースだったが、9回にジョンバックに支給を与え、その後マイクスウィーニーにヒットを打たれノーヒットノーランを逃したがメジャー初完封を達成した。 2008年は、右足の付け根を痛め5月7日に故障者リスト入りを経験したが、6月5日のボルチモアオリオールズ戦で復帰。6月15日のミルウォーキーブルワーズ戦では、ブラッド・ペニーが2006年9月23日に記録して、以来の1イニング4打三振を達成。同年は、自己最多の28試合に先発し、規定投球回を上回り、 二桁勝利を達成。2009年3月7日に4年1,525万ドルで契約を延長。同年は200イニングの大台に到達し、自己最多の15勝を挙げた。2010年も12勝を挙げた。2011年は肘痛でシーズンの終盤を欠場し、連続二桁勝利は3年で途切れた。2012年は開幕直前に肘痛が再発し、 トミー・ジョン手術を受けて、登板なしに終わった。オフに、ツインズは925万ドルのオプションを破棄し、10月29日に FA となった。2012年11月13日に1年550万ドルで、シカゴ・カブスとの契約に合意した。最大で150万ドルの出来高がつく。2013年10月31日に FA となった。 2014年1月29日にシアトルマリナーズとマイナー契約を結んだが3月24日に放出された3月28日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結んだトリプル A9 ラウンドロックエクスプレスで開幕を迎え6試合に当番。4勝1敗防御率3.32だった5月7日にレンジャーズとメジャー契約を結んだ 同日のコロラドロッキーズ戦で昇格後初登板し、5.1回を投げ4アンダに失点1支給だった。5月8日にリーフとなり、5月11日にトリプル a 級ラウンドロックへ降格したが、5月14日に再びレンジャーズとメジャー契約を結んだ。オフの10月30日に FA となった。2015年1月30日にニューヨークヤンキースと、 マイナー契約を結んだが、3月29日に解雇となる。4月3日にロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結び、26日にメジャー契約を結んだ。5月3日にディーフとなり、7日に参加の AAA 級オクラホマシティドジャースに配属された。ありがとうございます。